宇宙世紀0078から。ジオン軍は連邦軍宇宙艦隊を壊滅させるべく、サイド5のルーム宙域での決戦に臨む。ガイア、オルテガ、マッシュの黒い三連星もまたザクの部隊を率いて、連邦軍デビル艦隊の背後をつく位置へと進軍していた。やがて近づく決戦の時、黒い三連星の面々は激戦の予感に胸を高ぶらせるのだった。準備をお願いいたします。作戦開始です。私に落ちろ落ちろ。私とてこんな場所でつまずく気は毛頭ない。戦いとは二手三手先を考えて行うものだ。任務達成です。こちらが今回の報酬になります。楽しみはこれからだ。戦闘準備をお願いいたします。高熱源体接近、気をつけてください。なんだあの機体は。新しい戦争の幕開けなのだ。落ちろ。外しました。いけるか。あと2隻落ちろ。連邦に勝つんだ。勝つんだぞ。踏み込みすぎなんだよ。もらった。外しました。しよう、覚えてろよ。作戦終了です。見事な勝利です。私とてこんな場所でつまずく気は毛頭ない。任務達成です。こちらが今回の報酬になります。ついにルーム海戦が勃発した。初戦からジオン軍の計略によって大混乱に陥る連邦軍宇宙艦隊。
瓦解する連邦軍艦隊の間を飛び回る黒い三連星は、連邦軍艦隊司令官レヴィル将軍が搭乗する機関アラン家を発見する。大将首の発見に流行る黒い三連星がアラン家に襲いかかる。ガイア、マッシュの砲撃による連続攻撃から、最後はオルテガのジャイアントヒートホークの一撃でアラン家は撃沈。沈みゆくアラン家から脱出したランチにはレヴィル将軍の姿があった。レヴィル将軍は黒い三連星によって捕虜となり、大きな戦果を得たジオン軍の圧勝でルーム海戦が決着しようとしていた。ここでは宇宙世紀0078から。報酬を受け取りました。報酬を受け取りました。お前は何者だ。私は必ず帰ってくる。私にも命が見える。この裏切り者が最後まで諦めちゃダメだ。さあ、まだ終わりだ。話すつもりはない。手荒れさ、お前がいなくて、たかが石ころ一つ。